汁を、ピア汁を、はい、こちらにつけます。はい、こっちのポンプの方で取りました。では、材料がですね、キサンタンガムと、はい、それとグリセリンと、はい、あと精製水、はい、虫が嫌いな虫刺され子で、じゃあ、かゆみを抑える、香りの成分を使っていきます。はい、おすすめがペパーミント、ペパーミント、それとラベンダー、それこっちでもどちらでも好きな方使って、キトリのカノン止めのコーヒーが最終的にそのつぶつぶは消えてなくなるので、大丈夫です。という場合はこちらが3滴、222なんだけど3、1、2でもいいです。じゃあこれで321で、はい、スッとします。